どうもラルでございます。久々に行ったな。さあ、ということで今回はスマホ版にゃんこない前奏本あ本じゃないサブラカの方でやっていこうかなと思います。またまた間違いかけましたけれども、やってまいりましょう。てか今日もですね、ちょっと寝起きに収録してるわけなんですけども、なぜかテンションぶち上がっておりますけれども、早速やってまいりましょう。でとりあえず今回の動画なんですけど、本日からですね、9000万、ダウンロード9000万イベントかな、多分始まってるんじゃないのかなと思うんで、早速見ていこうかなと思います。まあ言うてほんわかの方で見ちゃったんですけどもね、まあいいや、じゃあ早速参ります。さあ、ということで、宮本はまた後でゲットしますよ。はい、まだ時間かかると思うんですけど、こちらでございます。はい、こちらでございます。はい、ゲフ9000万ダウンロード、もう言えねえんだけど。はい、ということで始まりましたね。まず1日目に関してはにゃんこチケットでございます。はい、これ背景がすごくいいですね。こういうカラーリングめちゃくちゃ好きだよ、この豪華な感じね。9000万ダウンロード記念ということで、すごいね。1億まであともう少しでございますよ。イベント開催期間中にログインすると1日1回スタンプ押してもらえるにゃ、最大でレアチキ4枚、にゃんチケ5枚の合計9枚をゲット。これでかいな。なるほどね。3日目でもらえるのか。3日目でまず1枚目でしょ。で、そんでもって、8日目で2枚目。で、そんでもって11日目になると、3枚目。で、ラスト14日目で、4枚目っていう感じでございますね。おー、これはかなりいいですね。これ1億になったら相当やばいんじゃないの？めちゃくちゃもらえるんじゃないのかな？それもちょっと期待していきたいところではありますけどもね。まあ多分あっという間に行くんじゃないですかね。そしたらどぎついイベントの方来ていただければなと思いますけども。じゃあ早速ですね、本日のイベントの方、いろいろ見て、本日っていうか、まあ今回のこのイベントの方、いろいろ見ていこうかなと思います。超特大感謝、なんと世界累計9000万ダウンロード突破っていう感じでございます。あ、記念イベント第1弾か。そういうことか。ってことはまだ第2弾も出てくるんだね。これはおめでたいですね。そんでもって他にもイベント盛りだくさん、9000万ダウンロード記念ミッション開催、9つのミッションを全てクリアしてプラチナのかけらを手に入れよう。はぁ、なるほどね。さらに記念ミッションを全てクリアした人、記念ミッションを全てクリアした人数30万人突破で、最大リアチケ5枚、プレゼントするチャレンジ開催中。5枚はでかいね、これ。これはでかいよ。みんなでミッションクリアしましょう。で、月イベントオールスターズスター、月イベントオールスターズスター大集合大感謝祭来ましたね。最大経験値が3000万ゲット。これもでかいですね。あとは猫道場にて超ランキングの間登場。これはやったことあんだっけな。まあでも今回サブアカでね、せっかくやっていくんで、じゃあ最後ら辺にやろうかね。で、そんでもって降臨祭ですね。はい、またまた来ましたけれども。あとは、月イベントオールスターズ。あー、なるほどね。月イベントオールスターズは、ちょっとあんま記憶薄いんですけど、まあいいや。そんな感じ。あとは、超またたびフェスティバル。各曜日で開催しているまたたびドロップステージが大集合。あー、そういうことね。土日は五色のまたたび大集合っていう感じでございますね。まあ、あとは、トレフェス、超ゲリ。超ゲリ。超ゲリってなんか嫌だな。ちょっと俺にはタイムリーだから、やめとこう。あとは、いにしえの素材ギリだか。ああ、なるほどね。まあ、そんな感じでございます。はい。ああ、来ましたね。これ意外とお得なんだよね。猫缶750個と経験値が100万で2000円。これは意外とね、お買い得なんですよね。ああ、またこれ。ああ、これ、レアチケット付きだったら買ってもよかったんですけどね。レアチケットじゃねえや。プラチナチケットですね。まあいいや。あと、大きたまたニャンピュータパックね。これ前回買ったんですけども。今回どうしようかな。でも、ニャンピュさ、結構すぐなくなっちゃうからね。また買おうかな。まあいいや。ということで、お、期間限定、攻略応援パック。猫缶500個、リーダーシップが5個、ニャンコチケットが10枚。そんでもって、アイテムの方が各5個ついてきて、1900円でございます。もうすでに猫缶でですね、もうこの価格を超えてるっていうね。なかなかいいですね。ということでいろいろ見たわけなんですけども、じゃあ早速、横かい！ちょっと待って。画面収録が切れたんだけど、よし、横になりましたね。9000万ダウンロード記念チャレンジ開催中。あ、これさっき見たやつですね。30万人達成で、リアチケット最大5枚プレゼントということで、開催期間に関しては2024年2月の26日、まあ本日の、11時から、3月の11日の10時59分ということで、まあ割とですね、期間はあるのかなと思うんで、
ぜひですね達成していきましょうか。あてかミッション見ていくか、どんな内容なのかね。まあこの全達成に関してはプラチナのかけらで、そんでもって1個目に関してはガマト島を探検に出発させて、1回探検終了させよう。あーなるほどね。そんでもってガマト島に関しては3回と5回があるんだね。でそんでもってあとは9000万ダウンロード記念ハッピープレゼント1回クリアしよう。あー来てるのか。じゃあこれもやりましょうかね。あーなるほどね。あでもそんな難しくないですね。結構きついミッションかと思いきや、あとはニャンコステージのステージを5回クリアしよう。なんでもいいってことでしょこれ。全ステージがクリアカウントダイス、もう何でもいいよこれ。これすごい楽ですね。はい、まあこれが全てクリアできればかけらの方がゲットできるんでね。あとは降臨祭に関してはこれアカウントどうなんだろうな、いけるのかな。まあ後でちょっとやってみましょうか。じゃあとりあえずですね、ハッピープレゼントやっていきましょう。ハッピーハッピーハッピーです。さあ、祝9000万達成でございます。これすごいね。この数字いいね、9000万って。すごい美しい数字でございますね。じゃあ、どうしようか。編成に関してはな、まあ、このアカウントだからね、ちょっと遊ぼうと思ったけど、なんか遊べる編成あるかな。いや、ちょっと難しいな。ちょっと待ってね。じゃあ、せっかくだからいいや。じゃあ、全部外して、なんか遊んでいきたいけど、なんかいいキャラクターあるかな。ちょっと探していきましょう。全然思いつかなかったんで、じゃあちょっと猫プレゼントでやっていこうかなと思います。なんでこのキャラクターになったのかは分かんないんですけど、いやじゃあとりあえずやっていきましょうか。9000万さあ、まあこのキャラクターだったら大丈夫じゃないのかな。生産スピードはまあ割かし早いから大丈夫ですね。よし OK。 じゃあこっからとりあえずですね、まあちょっと時間かかるかなとは思うんですけども、でもなんかいいんじゃないの、ケーキとプレゼントっていい組み合わせじゃないですかね。まあなんか変なん出てきてるけどね、変なん出てきてるけど、まあ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 いいんじゃないですかね。よしじゃあこれで倒していきましょう。倒せるかな、すごい時間かかりそうですね。まあこれに関してはまあクリティカル持ちじゃないからな、解除できるんですけどもね。行ったわ行ったわ。はいよし OK、クリアでございます。猫館20回収、びっくりした。ちょっとはいはい、ということで合計50個でございますね。はい、で多分1回クリアしたからミッションの方が、あったね、これね、1回クリアしようね。はい、これ達成でございます。あとそうだった、ガマトと帰ってきたの忘れてたわ。じゃあちょっとこれでね、とりあえず回収していきましょうか。最近サバカのガマトとね結構サボっちゃうんだよ。そうミッションの方でさ、毎週さ10回頑張ろうとか思ったんですけど、なんか忘れることが多くて結局ですねちょっとやらないことが多いんで、ね、ちょっとごめんね、ちょっと今週は頑張ろうかなと思います。はい、これで、これも獲得でございますね。よしオッケー。ちなみにこのアカウントに関してはかけら何個あるんだろうね。かけらに関しては全然ねえな、ダメだな。なるほどね。あてかそういえばなんかさ伝説2倍みたいなのなかったっけ。あーあったあったあった、衝撃伝説エリア出現率2倍か。ネコルガでちょっと回したいけど、でもこのアカウントじゃないんだよね、ほんわかで回したいんだよな。そうカオルガが欲しいんだよね。カオルガとオコルガが欲しいんだよ、ほんわかの方で。なんですけど、このアカウントで両方持ってるっていうね、もう意味がわからない、マジで。そっちの運をほんわかに行ってほしいところではありますけどもね。あとどうしようかな。あとあれだ、道場やろうか。猫道場ね。ランキングのやつやっていきましょう。まあ、このアカウントだったらどう、多分まあ、ろくなスコアは叩き出せないかなとは思うんですけどもね。まあ、頑張っていきましょう。とりあえずね。どうしようかな。これだと、まあ、黒ダルかな。黒ダルと、あとは黒キャスでいいんじゃないのかな。あんまし、そうだな。キャラクターっていうキャラクターがな、どうしようかな。いっか、とりあえずここに突っ込んで、で、あとはそうだ、ニャンマーせっかくね、第3形態にさせたから、ニャンマーも入れときましょうかね。じゃあ、ここでいっか。よし。じゃあ、とりあえずこれでやっていきましょうか。もうニャンコンボはもういいや。攻撃力とか積まずにやっていきましょう。さあ、ということで、どこまでいけるかわかりませんけれども、やってみましょう。あ、ニャンピは使いません。射程注意大会。何？待って、射程注意大会ってなんかちょっと怖いぞ、これ。これもしかしたら、どうなんだろう。クマ戦でございますね、初っ端からは。まあとりあえず序盤に関してはちょっと一旦お財布ダメして、どうしようかな。じゃあこの辺からとりあえず黒キャスを投下して、そんでもってニャンマだな。よし、でとりあえず後半になったら、まあ黒ダル出せば、黒ダルじゃねえよ、黒ダルか、黒ダル出せばいいんじゃないのかなと思いますけどね。こっから後半なんだよね、後半結構きつくなってくるから、その辺、ミスってよ、もうちょっと城の攻撃もろくなったね、あれね。うわー、キャスが退場しちゃったよ。このタイミングでちょっと退場はよろしくないな。まずいぞ、これは。
これちょっとまずいんじゃないの、これうわ強い、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょなんかさ攻撃頻度さこんな高かったっけ、このなんだっけ、このなんかサンドバッグみたいな城これ、嘘、ちょっとマジか、思いのほかちょっと、こんな感じだったっけ、うわーこれこれろくなスコアいかんぞこれこれダメでしょこれ、残りもうだって25秒でしょ、うわーこれはね5万いっときたいけど、いやもう無理だなこれ、いや4万すらいかないぞこれ、あギリギリいける、いけるか、ダメだな、ダメだなひどくない、あ4万はいった、4万いったんだったらまあ上出来じゃない、いや全然だわ60万ひどっ、これは白帯だって、これはちょっとまあこんなこともありますよね、まあサバグだったら上出来じゃないの上出来だと思います、はい、ということでまあいいや、とりあえず今回はこれぐらいにしましょうか、ということで今回はですね、本日から始まりました9000万ダウンロードイベントの方ですね、軽くですねいろいろ見てまいりました、まあかなりねレアチケットの方がもらえるんでね、まあぜひ、ミッションの方ですね達成いたしまして、レアチケット合計5枚の方ですね、達成頑張っていきましょう、ということで今回の動画は以上になります、ここまで喉の調子が良くないんですけれども、ここまでご視聴いただきもうどこまでたかわかんねえや、もういやまたけどこれ、また次回の動画でお会いしましょう、バイバイ。